客待ちか。いや、お前らを待ってたんだ。ちょっくら確認したいことがあってな。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか。そうだったら。その通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる？元気か？もう、いないの？いや、俺はパイロットになりたくて神羅に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子あんただよな。多分。あんたくるくらいで。で、俺はこんなもんか。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。え、突然。うわ、下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれ。力になりたいってんならただよ。ああ、ちゃんと払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ飛び立つ準備ができたら声をかけな。お、行けっか。さあ、乗った乗った。お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは浅からぬ因縁がある。私も行く。ああ、どうすんだ。俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。
なんだ。ねえ、シド、これって。待ってる。俺様に任せてドーンと構えてろ。シド、心配すんなって。整備俺様、操縦俺様、何買ってくれ。ドーンと構えてろ。よっしゃ、これでいけんだろう。へへへ、旦那まんや。でも、翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィング様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行け。ホレルの山を抜けてコスタデルソルの海、そっから先は行くのですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソルお願いします。アイサー、全速前進。ケトシ、この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。とあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。だシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくっかな。ついてっていいか。もちろん。エアリスはいつも返事がいいな。おい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは？あっち。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。あ、俺のことか。Thank you.